ない。ちょっとひどいんじゃないの。まあ、いいか。じゃあ今日はちょっと一人寂しいから、早速ドルフィンの班長を呼びましょう。ロボコン大好き野郎、出てこいよ。どうも。どうもーす。皆さんこんにちは、ロボナです。ペヘペロ、顔と名前しっかり覚えてください。よろしくお願いします。はいはい、あ、ん、はい、あれあ、ドルフィンです、よろしくお願いします。あ、ハッちゃんです、よろしくお願いします。イエーイドルフィンとハッちゃん、私のことはロボナって気軽に呼んでね。オッケー。すごい薄くない反応が。やっていけるのかな、大丈夫。ロボナ、ロボナ、ドルフィン、ハッちゃんね。え、ちょっとテンション低いんだけどこの動画では第1回小学生ロボコン2020全国予選会に出場した若きエンジニアたちとロボットを紹介。そのロボットにどんなアイデアが詰め込まれているのかをこの2人に忖度なく解説してもらいます。ドルフィンこと小山高専 OB の和田義久さんは2012年の高専ロボコンでロボコン大賞を受賞。はっちゃんこと東京大学 OB の服部未来さんは2017年世界大会の ABU ロボコンに出場し大活躍。題して第1回小学生ロボコン全国本大会挑戦、ロボコン OB が小学生ロボコンの魅力を語っちゃうぞスペシャル。本大会は3月1日に行われ、ロボコン公式 YouTube チャンネルで生配信します。例えばドルフィンが今回の小学生ロボコン予選用のロボットキットを開発してくれたって聞いてるんですけども。はい、そうですね。今ゆかい工学っていう会社でロボットを作って働いているんですけど、うん、今回の小学生ロボコンのために専用に、うん、材料が全て入っている愉快な着物ロボットキットっていうキットを開発しました。パッケージも可愛い、すごい。はい、説明書があるキットは世の中にいっぱいあるんですけど、うんうん、ロボコンの面白さってそのなんか自由にアイデアを考えたりとか、うんうん、オリジナルのロボットを作るっていうのがロボコンの面白いところで、それが簡単にできるキットっていうのが、まあ、世の中にはなかったなというところで作りました。このドルフィン考案のキットを使ってはっちゃんが小学生と同じ条件で作ったロボットがこちら。今回のロボット作り最大のポイントはモーターの軸に直接取り付けていいのは結束バンドだけというルール。このロボットがフィールドを駆け抜けます。本当に組み立ては簡単なんですけど、そこからこのキットに書いてある最初のモデル作るだけでは、うん、課題はクリアできないんで、そこからどんどん改造していく必要があって、ということで早速行ってみましょう。ドルフィン、ハッちゃん、V 振りをお願いします。じゃあ VTR スタート。まずは宮内亮さんが作ったロボット。特徴はコーカサスオオカブトをモチーフにした輪ゴム銃。なんと3発同時に発射して最初の課題をクリアするという作戦。前に進む力が動力となり、お、あ、早速来ました。いや、これ早速実はすごくて、うん、発射ってなんていうんですかね、動き回る、うん、スイッチの他にもう一個トリガーってなる動きをつけないといけないんですけど、もう一個も別の機能をつけなきゃいけない、はい、モーターはでも2個しか使っちゃいけないっていうルールで、ね、うん、これをしっかり作り込んでくるのが本当にすごいなと思って、すごいですね。普通に体当たりしてしまえば課題はクリアできるんですけど、あえてそこで物を飛ばして倒してやろうぜっていうのがアイデア精神。続いて平田真一郎さんが作ったロボット。試合では最初の課題を両足で蹴飛ばしクリア。そして2つ目の課題ではそのまま順調に回ってクリアした後、だった。お、ここで来ましたここは本当にすごいポイントだと思ってて、まあ、変形ですよね、うん、ね、これもあえてここでバランスを変えて、うん、立たせるっていう、これをやってやろうぜっていうところが
超すごいと思います。立ったじゃない、あれってどういう仕組みでできるようになるの？あれはまず足で回、くるくる回っている丸いやつがちょっと中心をずらしてこうなんかずれた感じで回ってくる。あー確かに。でそれでロボットが起き上がる力を、おー回る力で、ロボットが起き上がる。へー。片方だけがふんって押す、起き上がる方向のタイミングでもダメで、両側の足がどっちもちゃん起き上がれっていう風に力が働くとこのタイミングを合わせてスイッチを使って、そっか、よし行けっていう。さらに平田さんはコントローラーもロボットと同じカエル型に。ナイスアイディアです。続いて末永アンナさんが作ったロボット、こだわりポイントを教えてください。足の長さを右と左でバラバラにして曲がりやすくしたところです。本当だ。実際に走るとどうなるのでしょうか。じゃあここで1回、はっちゃんが来ました。どうしました？このロボットは前足と後ろ足で、こう前足は左足が長いのかな、で右足が短い、で後ろ足は左足が短くて右足が長いっていう風にこう前と後ろで分けるっていうアイディア。普通は右に行きたい左に行きたいって考えたらモーターを前後にこう配置しようっていうのはなかなか考えない、あえてそうしてる。はい、それもアイディア対決ですね。それで動きが面白いロボットが完成するっていう。続いて直井匠美さんが作ったロボット、どこがポイントですか？足元の後ろとお腹の板です。スタート。直井くんはカブトムシ型ロボットにするというアイディアで勝負。これキットのベーシックモデルのもう最強改造版みたいな、最強改造版感じで、あの進む原理は本当に結束バンド1本でパタ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 って進んでいくんだけど、そのまず角を作ってお菓子を倒すっていうのと、まあ、それがしっかりロボットのそのデザインあの生きてきていて、ちゃんとコンセプトを持ってロボットを作って、あのすごく男心、男の子心をくすぐあのかっこいいカブトムシになっている。続いて斉藤明さんが作ったロボット、工夫したことを教えてもらえますか？最初のチョコボールを倒すときに、なんだこうやって倒して、おおちょっと見せてもらう、はい、足元に登れない、はい、ここにチョコ菓子、はい、チョコボール、おおこれはね、止めずにはいられなかったと思うんですけどいや、これを本当に考えられてて、あのまあ普通やっぱり倒すって言ったら、押して倒すと、押して倒すと、触れて倒すとかで、ロボットにも何か前に何か物をつけて倒すと思うんですけど、もうこの子のやつの場合はロボットに爆点をさせるからな、ロボットをただ単に作っただけだと結構倒れちゃうんですよ。普通の発想ではロボットを倒れないようにはどう作ったらバランスをしたらいいかなって考えるけど、バランスが崩れる動きを使って課題をクリアしてあげようっていうアイディアを、尻尾のつける位置はどこがいいのかなとか、そのどれぐらいの角度でどれぐらいの長さでつけたら一番こう綺麗に倒れるかなっていうのを研究した結果だと思います。はい、そしてちょっと発想が似たというか、こちらの広瀬くんが作ったロボットも斉藤さんのロボットと同じように尻尾を使って第一段階をクリアしていくんですけど、この足見てください、なんかすごい特徴的な、なんか思いつかないですねあ、はっちゃん止めちゃいます。この足すごい曲がってるんですけど、足をつけるときにこうずっとゴムが床についてるのがすごい大事なんですね。ゴムがあるとすごい進む力が出る、速いと階段登れるのは本当にすごい、本当に足がついてる続いては後藤祐介さんが作ったロボット、すごいなんか変わったロボットですね、すごいね、すごい、スタート。あ、
った止めたいやもう本当にアイディアあふれるロボットです、うん、最初も言ったあの飛ばすぶつかって箱を倒すんじゃなくてもう飛ばして最初にかっこよく倒すっていうアイディアですね。いや、これ僕欲しいですね欲しい続きを見ていきましょう。また一つで走ろうと思わなかったです、ね、あれ渡された時でもこれそしたらどうやって回転するんですか。これ後ろを回すとすごい。もちろん大階段もクリアできちゃいます。全国本大会ではどんなロボットを作るのか楽しみ。続いて富永美玲さんが作ったロボット、可愛いロボットですね。こだわりポイントを教えてください。足で足を固くして階段などを登りやすくしたことです。スタート。可愛い、可愛い、目だ目だあれあ後ろで、そして後ろからバックでいくっていう後ろ蹴り、おお後ろ蹴り、はい止まりました。いや、可愛いですね。可愛い足が多いような気がしたんですけど6本にしたから硬くても大丈夫なんですよね。6本あると次がすぐ来るので、そうか次がすぐ来るから跳ねないです。十字だともうここが終わっちゃったら次来るまではガクッガクッってなっちゃう。バコバコバコって奥深い。本当にアイディア対決っていうのもロボコンの精神がまさになんかバッチリ現れてるロボットたちがいっぱい出てきててすごく僕は見てて楽しいですね小学生やばって感じですね。本当にすごい続いてはスピードにこだわったアイディアロボットを紹介。まずは杉浦康介さんが作ったロボット。このロボットのポイントはどこなんですか。キャタピラって一番すごいんですよ一番すごいんだデコボコな道を通りたいってなった時にやっぱりタイヤを増やすか、うん、キャタピラみたいにこうベルトを敷いちゃうのが一番いいんですよ。そうするとこう床どんな床であってもゴムがちゃんと床についてくれてこう力が出せるっていうので、うん、あと安定して動けるんですよ。なんかすごい安定感があった。すごいしか出てこなくなってきた続いて松田龍生さんが作ったロボット。スタート。角が大事。おおすごい。的確な攻撃。足回りが結束バンドっていうよりは裏段で。おお。早い。すごい。早い。ポイントが、うん、足回りがですね、うん、あの普通にバンドだけだと結構こう柔らかいんで、うん、あのふにゃふにゃしちゃうんですけど、この子のロボットの場合はあのしっかり硬いプラダンで、うん、あの十字の足を作ってあって結構ロボットの動きは、まあ、パタパタパタっていう動きではありつつも結構安定して、あと最後の階段登るときに十字のやつが尻尾側にもあって、うん、あのどこ、あすごい、あの動力はないんですけど、うん、あのなんて言うんですかね、段を登りながらくる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 って回っていて、いやこれもすごくよく考えられてるなっていう。続いて鳥海雅樹さんが作ったロボット。1回の操縦とかすっごいうまいな。うまい。相当やり込んでる手の動き。これは何十回で得られる。続いて浦添すばるさんが作ったロボット。結構個性的なロボットですね。かっこいいロボットだね。すごい。これは何のためについてるんですか。あのおこぼれ落とすため。これ。こう回転して落とすんですか。まっすぐ進むだけで、これロボコニスト笑なんというかその最適解というか、あのそうですか。今課題が 1,2,3 ってあるじゃないですか、うん、で普通の子はまず1番を倒してじゃあ2番をぐるっと回って、うんうん、3番の階段っていうその順番で考えていくんですけど、うんうん、多分この子の場合はその1番をあたかもなかったかのように横をスーッと通り抜けるだけで、あ、そういうこと、はい、あ、ついてるから、
アームがついてるんで、すごいすっと、すごい、もう課題値をなかったことにしてしまうぐらいの、ちなみになんですけれども、今見たロボットの中で最速のクリアタイムは20秒でした。うん、ちなみにハチャが作ったロボットのクリアタイムとかって35秒ぐらいですね。おー小学生早いですね。小学生に負けてますね我々最後に決勝戦をノーカットで、20秒よりも早いとんでもない記録が出ちゃったんです。スタート5秒前3、2、1、スタート。さあ決勝戦始まりました。ほぼ同時にこちらも進んでいきますが、葉山さんが早いか、葉山さんが早いか、葉山さんがゴール。早い、日本のコマーシャルが終わる前にゴール。はい、ということでここまでたくさんロボットを見てまいりました。振り返ってみていかがでしたか？小学生の発想力は本当にもうすごいですね。うん、僕ら、大人になっていくとどんどんこう頭凝り固まっていって、結束バンドって言われたら結束バンドしか使わないし、なんかもっとなんか柔らかい柔軟な発想がむしろ今回のロボコン、小学生だからこそっていうのがいっぱい見れてすごく楽しかったです、僕は。はちゃんはどうでしたか？小学生とは考えられない感じのロボットがいっぱい出てきて、で僕もロボット作るときにすごいいっぱいアイデア考えたんですよ。すっごいいっぱい考えたんですけど、なんかこのロボットに出てきてるアイデアの中の半分も考えついてないみたいな。そうなんだ。やっぱすごい頭が柔らかくないとこういうロボットは作れないですね。今まで見てきたのはまだ予選会。3月1日に全国本大会が行われます。今度は個人戦ではなく3人1組のチームになり、5日間かけて全く新しいアイデアロボットを作ります。スキーズがこんな感じです。最終日のガチバトルはロボコン公式 YouTube チャンネルで生配信するので、絶対に見てくださいね。ということで今日はありがとうございました。はい、テヘペロ、ここでまだ終わらないんですよ。皆さん、私のことも覚えてくれましたか？ハチ、覚えてる？覚えてる。ロボナさんですよね。そうです、ロボナですよ。顔も覚えた、はい、名前も覚えた、はい、ちゃんとお家帰っても覚えてる？お家帰っても覚えてる。はい、ということで前回初登場してから9ヶ月経っているにもかかわらず、ボタンを貼られただけの雑な扱いを受けております。なので、ちょっと皆さんにもぜひ協力をしていただきたいと思っております。ロボナちょっとどうなってんのと思ってくださったあなた、ロボナを成長させてみませんか？コメント欄にぜひアイディアを投稿してください。何かとコラボしてほしいとかも OK なんでね、一緒にやりたいと思ったらぜひ教えてください。ということで、ロボチューバーロボナ指導いたします。面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、そして応援のほどよろしくお願いします。ということで、